和田の時もあとは引きつなげばを黒これだけなんか綺麗なついてるだけもあまり面白くないみたいな、プライベートに使ったりそのほら夜思うんですけど今は取れません。しばらくおっしゃる。次はノリジリがここへ来て旅を濡らします。それから袴のあのサラブレッドですか、ちょっと小さめです。あ、大きいですよ。小さくないですよ。小さくないです。背の高さ、これぐらいあるんですよ。首の横で。場所が広いからね、そうですけど。あのほら、連れてはる人と同じあれでしょ。あ、そうやね。で、あの、足に水をかけます。嫌がってますけどね。清める。あの昭和35、6年の馬だったらね、こっからこう入ってこっちから上がったんですけど、今の馬は皮よう入りません。こう上がって。皮入ったことないんです。昔はその勾配純粋培養の馬なんですね。一番暗い高い人が。便利できたら馬車に繋いだったら足にねちょっとね何かついてたりするでしょ。でそれはちょっと良くないなというんで、まあ、足を洗ったりとか川に入ってね、まあ、その格好だけで、負けとっても馬が怪我しないように。いや、そういうことじゃなくて、あの要するに汚れてるのをきれいにしましょうと。出てきはったかな。